回であれば今まで僕にタメ口聞いちゃいけないんですよ。50と49って全然違う。全然違うから。すっごいその4月を境に生まれにこだわる中高生か。お前って言うな。お前49なんだから。50歳になった途端にね、体もものすごい異変が起きますよ。不思議と3月まで大丈夫だったのに4月に突然腰痛くなりましたから。僕4月に痛めた左肩がまだ治らない。肩なんて治んない。50歳の肩は治んないよ。何度針に行っても治らない。分かります。平気です、平気です。だだだだだだ。ひどいっす。まだ49でしょ。49。あ、もう50になったらもうその今言ってたこっちも行かなくなりますよ。気をつけろというアドバイスですかね。そうですね。昔できたことができなくなるぞ。そうですよって。